ございます。速稼塾の久保です。今日のラーメン食べてみたのコーナーは、あと奈良の天理ラーメンですね。ちょっとお見せしましょうか。こういう風な感じになってますね。こうカップヌードルというかカップラーメンですか。デカ切り白菜ということなんですけども、どのぐらい大きな白菜がついてるんでしょうか。パッと開けてみますね。あ、できた頃かな。あー、これはできましたね。じゃあちょっとこちらにね、注いでみます。私ね、カップラーメンでもなんでもこうやって器に注ぐのが好きなんですよね。あ、すごい、白菜大きいですね。本当に大きい。ほら、こんなのがカップラーメンに入る時代なんですよね。で、今回はこの後入れスープってのがありますので、こちらの方をねこう入れて後入れ。あ、辛そうだな、これは。うわー、あ、これは香りがねすごく濃厚な感じですね。で、312キロカロリーということですから、まあカロリーにも優しいというね。あのカレーパン1個の方がカロリーありますからね。カレーパン400キロカロリー以上ありますから。で、この辛いのをちょっと混ぜてみればいいのかな。今日はこの奈良天理ラーメンね。奈良にお住まいの方いるかな。奈良にもどっこいこういう風なね、名物のカップラーメンがあるわけですよ。ニュータッチ凄麺スタミナラーメンということでね。ちょっと辛いのかな。おお、すごい、キムチの香りがすごいしますね。キムチの香りがむちゃくちゃする。あー、すごい。ちょっとね、辛い感じですね、これは。匂いが、じゃあすいません、いただきます。ちょっと白菜をね、まずいただきますね。うん、音聞こえますか。シャリシャリ、すごい歯ごたえがする。なかなかお湯戻しでこの歯ごたえは出ないですよ。しなっとするのはあると思うんですけど、パリパリシャリシャリですね。これは、この食感は美味しい。じゃあラーメンの方いただきます。ちょっとスープいただこうか。あ、あの程よい辛さで食べやすいですね。おはようございます、いっこさん。じゃあちょっとラーメンの方ね、本格的にいただきます。うんうんうん、やっぱりね、辛いことは辛いですね。うんうん、辛いことは辛いんですけども、このノンフライ麺の食感と相まって、このまろやかさもある。うん、うん、出来たてなんで熱いですね。うん、あ、でもすごく美味しい。奈良のね、奈良でラーメン食べることはなかったんですけども、この1年半も。うん、なかなか奈良のラーメンも侮れないですね。へえ。で、スープを飲む量を減らすことで塩分摂取量を控えることができますと書いてます。ラーメンね、食べたいですね、いっこさんね。ちなみにね、あの塩分って書いてますけども、食塩相当量って書いてるんですよね。これ実際には塩が入ってるわけじゃなくて、おそらくナトリウムなんですよ。皆様の食卓にあるのも塩ではなくてナトリウムだと思うんですよ。このナトリウムは取りすぎない方がいいんですけども、塩はね、別に取っても大丈夫ですからね。私はそういうふうに考えてるんですよ。塩とナトリウムは違うけども、塩の代替品としてナトリウムが使われてる。このナトリウムは取りすぎると、いわゆる塩分取りすぎになるかなと私は解釈してるんですよ。塩自体は体にどっちかって言ったらいいもんなんで、もちろんね、取りすぎちゃダメですけども、あの塩をきちんと使ってラーメン作ってるところと、ナトリウムを使ってラーメン作ってるところと、ちょっと分けた方がいいかなって私考えてるんですけども、あの別のね、お考えもあると思いますんで、ちょっと聞かせていただければ幸いです。私も何もかもね、正確なことを知ってるわけではありませんので、それは違うよってことでしたら、一つ学びになりますしね。よろしくお願いします。じゃあもうちょっといただきますね。あ、新一郎さん、おはようございます。じゃあいただきます。天理ラーメン、うん、今日は奈良の天理ラーメンでございました。ありがとうございます。